居酒屋の持続性。はい、ドロンジャナル始めていきたいと思います。9月6日金曜日。はい、ですね、今日でですね、1年半、勤めてくれたですね、アルバイトのね、子が、卒業ということで、ちょっとこれからね、どうしていこうかなっていう、モードだったんですけれども、ありがたいことにですね、土日かとね、3人面接がね、面接まで、こぎつけれましたので、とりあえずね、面接をさせていただいて、良い方がね、いたら採用して、それでね、順繰り回していくというね、モードにね、入りましたということなんで、とりあえずちょっとね、一安心はしてないですけども、話してみないとね、まずシフトがね、組めるかどうか、で、あとどれぐらい働けるかとね、期間の問題ね、じゃあ1ヶ月しか働けませんってなったらね、それはちょっとさすがに1ヶ月はね、ちょっと厳しいんで、みたいな話になるんで、その辺ね、すり合わせができてね、良い方がいればですね、また一緒に頑張ってね、いただきたいなと思うわけなんですけれども、今日ね、びっくりしたのがですね、スカイラークがね、スケさんうどんをね、買収するということでね、買収額がね、240億円ということでね、ちょっとこれ驚きましたね。山口県でもね、スケさんうどんね、下関もありますので、結構ね、なんかソウルフードになりつつ、もう一個ね、どんどんっていうのがね、あるんですけれども、スケさんうどんをね、ソウルフードと呼ぶようなね、人ももう、ぼちぼち出てきてるようなね、気がせんでもないですけれども、これがね、スカイラークがね、買収したことによってですね、全国展開ね、していくということになりますので、いやー、スケさんうどんがね、全国展開したら、普通に、売れるやろうなと思うような、うどん屋さんというかね、うどん屋さんだけじゃないですけどね、カツ丼とかいろいろありますけれども、食べ物屋さんになると思いますので、いやー、これはなんかね、すごいね、買収額もでかいんですけれども、全然なんか回収できそうなね、流れなんで、スカイラークさんはね、良いお、お買い得やったんじゃないかなとね、ちょっと一見高そうに見えますけどね、お買い得だったんじゃないかなという感じですよね。で、創業家はもうね、創業者の方がもう亡くなられて、あと後継者問題でね、あった時に、もうファンドの方にですね、一回売却して、で、それが、立て直してというかね、運営して、で、240億円でバイアウトしてるんで、なかなかやなとね、ファンドをね、がっつりね、儲けましたねというような、感じなんですけども、こうやってね、もう創業家がね、創業者から手が離れてるけれども、店名とね、店のシステム、が受け継がれて、なんやったら、店のシステムもね、進化してると思いますけれども、このね、名前はずっとね、スカイラークになってもですね、スケさんうどんを残すということなんで、創業者の手は離れてるけれども、企業のね、持続性を考えたらですね、ずっと、バイアウトしても続いてると、残ってるということなんでね、これはすごいなと思いながらですね、じゃあ個人店ね、個人居酒屋とか、個人店が、そのね、企業、店のね、持続性継続性を考えた時にですね、それは一番ね、手っ取り早いのは、後継者ね、親子とか、身内の方とかね、そういうのが、一番ね、分かりやすいですけれども、そういうのがいなければですね、従業員の方とか、なんかお弟子さんみたいな、方が、受け継いでね、その店を、2代目3代目でね、継続して、持続性ね、ある居酒屋を、展開しますよとね、やっていきますよというね、お店もあるけども、そういうのはね、なかなかレアケースで、大体が、何でもそのね、店自体はですね、もうその経営者がいるから成り立ってるね、個人店ぐらいになるとですね、じゃあその人がいなくなったらね、また全然違う店になっちゃいますので、同じ店かと言われたらですね、名前は同じだけどね、全く違う店だよっていうことになりますので、その食べ物屋さんとかね、そういうスケさんみたいな感じの、システムでね、回すようなね、お店だったら、別に関係ないかもしれないですけども、人がね、いて、そのキャラクターとかね、その店の雰囲気とかね、そういうのがね、個人店の、持ち味というかね、一つのね、武器でもありますので、それが変わった瞬間にですね、
まあ全然ね、名前は同じだけど全く別のね店になりましたよというね、ことになりますので、まあ別にあんまり料理はねそんなに関係ないかなと思いますよね、あの個人店の場合はですね。じゃあ、まあそのままね、修行して、引き継いでね、全く同じね、パッケージ、同じ料理ね、同じ仕組みでね回しますよって言っても中の人が変わるだけでねガラッと変わっちゃいますので、まあ私もね、まあそういう経験はね、たくさんありますけれどもね、まあ店長が変わったりとかね、経営者が変わったりとかですね、まあそういう時にですね、まあそこの新しく入ってね行くとですね、まあ結構ねアンチというかね、こうまず壁を作られちゃいますよね、その昔の常連さんとかね、まあその方々に、気に入ってもらえるまでにね、まあそれは当然ね時間かかりますので、まあそれのね、仲良くなるというかね、認めてもらうまでがね結構時間かかるんで、まあそうやってね同じ名前で受け継ぐっていうのはね結構大変だったりするんで、もう一思いにね、バサッとね看板変えちゃうのはね、まあ手っ取り早いと思いますけれども ね、なかなか同じ名前で、まあ、勝負をねするというのはね難しいかなと思いますよね。全く同じレシピでね、全く同じなんだけれども、お父さんの時の方がね美味しかったよとかいうね、話もありますしね、もう絶対味なんか覚えてねえやろとね、思うわけなんですけどね、全く同じやでとね、同じもん出しよっても、まあそういうことになりますのでね、まあなんていうんですかね、雰囲気というかね、まあその人のね、プラスアルファのね、まあ隠し味というか、そういう人情のね、もう面もね、そういう加味してのトータルのね、評価になってると思いますので、まあなんかね、あのノスタルジーというかね、思い出補正みたいなのもね入っちゃいますので、まあちょっとかわいそうですね、親子でまあね、事業継承するときにですね、全く同じもの作ってるのに、ね、まだまだやねとか言われたりするんでね、同じやろうけどなと思いながらね、かわいそうやなと思ってね、見たりしますよというお話でございました。はい、でまあね、マスケさんね、こうやってあのバイアウトをね、したわけなんですけれども、まあこれからのね、まあ、世の中ね本当に労働集約型のねビジネスっていうのはね、いや本当にねもうどんどんね、あの苦しくなるなと思うし、まあ、個人店のねでアルバイトとかね、まあ、従業員さんを雇ってね経営されてる方っていうのはね、まあ同じね、もう本当に、苦しみね、ストレス負荷がねかかってるんじゃないかなと思いますけれどもね、いやもうね人をやね使うよ雇うね、もう商売やりたくねえよっていうようなね、もうヘキヘキしてるようなね経営者の方はね、全国ね多いと思いますけれどもね、まあただね今のところまだね、そうやって人をね、展開してね労働集約型の、ビジネスで成り立ってるね商売っていうのがまあ大多数なわけなんで、まあそのね、まあ急にね、全然人がね、ヒューマンレスでねできるわけではないのでね、あでもこの間まあ同窓会総会ね、まあ、同窓会高校の同窓会行った時にですね、まあ久しぶりにまあそういうチェーン店みたいですね、チェーン店のお店にね、行かさせていただいたんですけども、まあその時にね本当に、モバイルオーダーですね、まあ、あの QR コード読み込んでそれで、注文して、ピッと行くようなね、まあ、システムに大体がなってましたので、ああ今こんな感じになってんだと思ってね、まあ、大変勉強になったんですけども、でも酔っ払ってきたらですねお願いしますとかね、注文してたりするんで、あなかなか難しいな、酔っ払ってきてまた QR でピーってねやるのはなかなかね、どっちもね、いつもの癖でわーってお願いしますってね言う方もねいらっしゃいましたので、なんかその QR は QR で、だけで回るっていうわけでもないんだなと思ってね、ちょっとね酔っ払いの方がねいるとなんかそういうね傾向もあるんだなと思ってね、ちょっと勉強になったんですけれども、まあでも QR がねあることによって、もう一時ねあの注文を最初ね受ける、こともね、なくなりますので、まずホールはねまあ数人ね、削れるわけなんで、まあ助かりますよね、まあ、ただ規模がねうちぐらいの規模で、まあ、それを導入して、どうなのかなってね、まあ、1人削れるんかな削れないのかなっていうレベルなんでね、まあ、うちではちょっとまだ難しいかなってね、まあ、うちでやってるのはまあね、100均のね、メモ帳とペンを置いといてね忙しい時書いてもらうという今やり方で、まあそれでまあね助かっておるわけなんですけども、まあ QR コードでねピッとね読み込んで、まあそっちに注文がいけばですね、まあ注文のね取り間違いとか、忘れとかがねないわけなんで、まあ間違いはないと思いますけども、まあただねランニングコストが今度ねかかってきますので、まあ何とも言えないですね、まあうちぐらいの規模だとですね、また人でね回した方が
まだマシかなっていうようなねレベルなんでね、まあその辺ね、まあ予想はねちょっと大きいところになると、まあそういうシステムをね導入していること、ところがね結構散見されておりましたので、ああ時代が変わったなっていう感じですよね。居酒屋でもロボットとか導入されてるとこあるんかなと思いながらね、まあ、ファミレスとかね、まあ、スカイラークよろしくね、まあ、そうやってロボットね、お運びロボットとかねいるとこがあるみたいですけれども、まあ、だんだんそういう風になってくるんだろうなと思いながらも、まだね完全にねヒューマンレスで回せれるようなお店っていうのはないと思いますので、まあ、飲食店っていうのはね本当に、今日もねお客さんと話してたらね、まあ予想でね働いてらっしゃる方ですけれどもね、まあ必ずね、今の若い子はね週末休むと、でそこに、ねちょっと年配の方がね穴埋めでそこをね埋めてるみたいな話を聞いて、いやなんだかなと思いながら、じゃあ逆に言ったらね、まあ、そういうのに慣れてしまった人たちが、まあそれがね20代だとしたらですね、まあ、その方々がね、40代になった時にね、じゃあ今度は、もうフォローしてくれる人がいなくなった時にどうやってね世の中は回ってくるのかなと。でそんでまだその人たちより下の世代ってなったらね、また人数が少ないね世代に入りますので、どういうね教え方というかね指導の仕方をするのかなと思ってね、ちょっとね最近ねまあ思うのがですね、まあ現役のね先生ですね、まあ先生にZ 世代の下がですねアルファ世代ですかね、まあそれが今アルファ世代って多分中学生ぐらいだと思うんで、まあ、その辺のね、まあ、先生ね実際あの現場で教えてらっしゃったりとかね、まあ、一番、いいのは、まあ、その部活動のね先生とか、の話をね聞いてみたいなとね、思いますよね。どんな傾向なんですかとかね、じゃあ子供同士でね、まあ、そうやって指導し合うとか、まあ、先輩後輩がね、そうやってまあスポーツ等をね教え合ったりとか、まあ、なんか作業をねするときに、どういう感じでね、協力的にね、まあ、こうやってあの同じ、まあ、集団で、何かを一つのことをやるときにですね、まあ、どんな傾向があるのかとかね、まあ、そういうの話をね、現場のね先生に聞いてみたいなと思いますよね。高校であの同級生がですね今高校の先生やってますんで、まあ、今度ね聞いてみようかなと思いますけれどもね、高校生はまだ Z 世代になるのかな多分ね、うん、でその下のねアルファ世代っていうのはちょっとねどんな感じなんかなと思いながらね、またね、興味津々なんですけれども、まあただねまあ何て言うんですかね確率論かなっていうのも思いますよね。まあ昔からまあできるできないね、いい子ね悪い子いろいろいたと思いますけれども、昔はこうね、分母がね、でかかったんで、まあその中でまあいろんなね、子がいい子がいたりね普通の子がいたり悪い子がいたりっていうねパーセンテージで分かれてただけで、まあその分母がどん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 ね縮んでいってるから、そのいい子のね確率も数も減って、いい子普通の子悪い子の、数がね、全部ねあの少なくなってるから必然的に、ねいい子も普通の子も少なくなってるだけなんかなっていうふうにね、思ったりしますよね。昔のね本当にあの古墳ね、ピラミッドの世界観でもですね、最近の若い子はというね、昔から言われてた、そういうね、まあ、歴史的な文献も残っておりますのでね、まあ永遠のね、まあ、その最近の若い子はというのはねあると思いますので、まあ、ただ単に最近そうやってね、まあ、なんかそういうの 目についたりするのは、ただのねあの分母がね縮小してるから、まあ、そういうね、感じになってるのかなとね思いながらね、思ってみたりしますけれどもね、まあ、実際問題どんな感じなんかなとね、思いますよね。でまあねあの、まあ、企業さんとかね、まあ、ぐるっと回ってる企業さんとか、若い子にね話を聞いてみたらですね、もう最近のは花からね、まあ、話が通じる人しか取らないみたいなね、ある程度のレベルの、ね、人しか取らないと、で無理して取らないと、ね、無理やり入れちゃうともうその組織自体がね、ダメになっちゃうから、なんだったらもうね指導しなくても、もう説明してね、できるぐらいの、感じ、まあ、それぐらいの能力というかですね、まあ、適応力が、ある子を取ってですね、もうわざわざできない子を育ててどうとかっていうレベルじゃなくて、まあ、ちょっと教えたらできるようになる、ぐらいのこう作業を、ね、すぐマスターできるような子を、取ってるみたいなね、だから叱る必要もないみたいなね話も聞きますので、うん、でもそうなったら、ね、できない子っていうのはねどこにもね、働くね場所がなくなっちゃうよっていうね、世界観になっちゃいますしね、まあ、この10月から、最低賃金がね上がりますので、まあ、当然、
下関の方もですね、まあ51円上がって、979円になる、わけなんで、もう昔ね、昔で言ったらですね、うちが始めた時がですね、まあスタート価格が、時給が750円スタートだったんで、まあ、そう考えたらね、もう時給がね、2倍ぐらいになってますからね、今、そう考えたらね、えげつないなと思いますよね。18年で約2倍ぐらいになってますから、ね、まあ、その当時ね、の売り上げと、じゃあ今の売り上げが2倍になってますかって言ったらですね、なってないわけなんでね、まあ本当にね、切ない話なんですけれどもね、まあそういうふうにね、まあ変わってきてますので、まあ昔で言ったらね、979円って言ったらね、めちゃめちゃいい給料ですね、ね、時給ですねってなってね、喜んで飛びつくようなね、時給なわけなので、じゃあそれを払ってまでね、働いてもらうというね、まあ、人材に対してですね、まあ、あまりにもできない子をその金額で払うストレスって雇うストレスっていうのはね、まあ、経営者としたらね半端ないわけなんで、で取ったはいいけれども、その子が入ることによってですね、その組織自体がね、崩壊しちゃうみたいなね、まあそんな感じのね、パターンもあると思いますので、何のために入れたのかなとね、まあそうなってくると、まあね、ある一定のラインの子たちはもう花から採用しないっていうね、ことになっていくと思いますし、まあ今から時給をねどんどん上げていかないと、まあ、採用活動ができていかないと、いうことになるとですね、まあ、今度払えるね、総量ね、トータルの金額は変わってないわけ、売上がね特別上がってるわけじゃないので、まあ、総量は変わってないわけなんで、まあそのね総量をどこにね振り分けていくかっちゅうだけなんで、まあ時給は上がったら、まあね、シフトを削るか、人数を減らすというね、施策をするしかないわけなので、まあ、そうなるとですね、より一層その枠がね少なくなってくるわけなので、まあそのねあんまり、その基準に達しないような、方が来てもですね、もう鼻から取りませんよっていうようなね、まあ、企業さんとかお店さんとかね、まあ、そういうところがね増えていくと思いますので、まあ、その子らに払うぐらいだったらもう売り上げ削ってもう一人でやるよというね、まあ、世界観が多分これからね、やってくると思いますので、もう全然もう教えても話が通じないし、もうね本当に本当価値観がね全く噛み合わないというかね、で入れることによって効率がね逆に落ちちゃうぐらいのね、ただ人数頭ね数合わせで入れているような感じだとですね、何のために雇ってるのかっていうことになっちゃいますので、まあそれだったらねもう鼻から入れませんよと、で、まあ自分でねやるとか、まあ家族でやるとかね、まあそういうことになると思いますので、売り上げを下げて、まああえてね、まあ、人を雇うね、まあそういうね、労力と、金をねかけるぐらいだったらもういいやというねところも多いと思いますので、まあ、だんだんね雇用のね枠っていうのはね減っていく流れに、これからねなっていくと思いますので。今これをね、叫んだとでね全くね若い子には、響かないと思いますし、仕事なんかなんぼでもあるし、別にね土日ね、金土ね日曜日休んだってね暇な、ね平日に入ってね同じ金額もらってねぼーっとしよってね、バイト仲間とね、わちゃわちゃ話してね、楽しくね働いた方がね、コスパいいやないのってねなると思いますけれども、まあそんな働き方はねいつまでもできるわけないし、その週末にね入ってくれないようなね、こうずっと雇用をね、できるわけもないわけなんで、まあそうやってね、まあ今はいいかもしれないけれども、まあ近い将来ね、まあそういう働き方とかね、まあそういう考え方の子っていうのはね、まあだんだんねまあ切られていくというかね、だんだんシフトをね削られてって、もう窓際族じゃないですけども、まあ首切りはね、されないかもしれないけれども、シフトに入れてもらえなくなってね、さよならっていうようなね流れに、今後ね、まあ、日本全体でね、なっていくと思いますので、まあいつまでもね、仕事で溢れてるようなね、人が足りません足りませんっていうね叫んでるような日本ではなくなってくるんだろうなっていうのはね、まあ、現場のね、もう本当に、労働集約型のねもう本当にね代表例であるね居酒屋を経営してるに、からするとですね、まあ今の状態というのはね、まあまあね、まあ、この数ヶ月ですね、まあ、心身ともにね、負荷がねもう特にストレスがねってなってね、あこれ意識なくなったらね、酒飲んで意識なくなったらね暴れてしまうなぐらいのね、まあまあなストレスになってると思いますのでね、ちょっとね、まあ、そういうところもねいかんとこっていう感じでね、まあ、この辺たまたまね同窓会でね、お酒飲む機会ありましたけれどもね、まあねそういう時以外はね飲まんとこっていうようなね、
感じになってますね。はい、まあストレスフルね、前回ですけれどもね、ちょっとお口も切れちゃいましてね、ビタミン B2 とねビタミン B6 をね買いましたという世界観でやってますのでね、まあこれからね、まあ10月以降ね、まあ9月も物価が上がりましたし、まあ10月もね、10月もドーンとね3000品目ぐらいですかね上がっていってますし、まあ仕入れに行ったらですね、もう手に入らないねアイテムっていうのもね徐々に出始めてますので、どんどんね、まあ、厳しいね世の中になってくるなというのをね、まあ本当にね現場感覚でね、ひしひしとね、感じておりますので、まあねもういつまでもねのんべんだらりとね、生活できるような、日本じゃなくなってね、来ておりますので、まあね、働かないとね、まあ、昨日の動画でもちょっと喋りましたけれども、まあコスパとかタイパとかね、であとはまあね、きついことはやりたくないと、まあ、好きなことだけねやって、まあね自分中心にね今が楽しくて、まあ他人なんかね知ったこっちゃねえよというね、スタイルでやってるとですね、まあそのうちね、まあ、社会全体がね壊れていきますよというね、じゃあ誰がね、そのあなたをね支えてるね、生活を支えているようなサービスとかね、まあそういう提供ですね、をやってるのっていうね、ことになるとね、じゃあ誰もね、そういうサービスとかね、まあ食べ物とかね、そういうのを、提供してもらえなくなったらですね、作ってもらえなくなったりとかね、働いてもらえなかったらですね、何も生まれてこないわけなんでね、所詮、ネットのね、まあ これ自体もね、まあ、虚像っちゃ虚像なんでね、何かをね、まあ、生み出してるかって言われたらね、まあ、そういうわけじゃないので、まあ、実生活のねリアルな、生活にね、直接ね、反映するような、サービスとかね仕事っていうのはね、それはまあコスパが悪いってね、まあ、それは当たり前やろと、そんな儲かるような仕事ねえとね、中抜きやらピンハネやらね、まあ、こういうネットを使ってやってるからね、でかい利益がね抜けてるだけで、まあ、昔からね、まあ、豊かな、ね、生活をしようと思ったら、搾取するしかないわけなんで、まあ、そのね奴隷時代からね、まあ、奴隷を連れてきてた、遥か昔のね時代から全く変わらなくて、今もね、世界中から安い労働力をねどん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 、こうね、もう今なんかね、東南アジアから、もう何やったらもっとミャンマーから、じゃあ今度はアフリカ行こうかっていうね、まあ、世界観になってますので、まあ、そうやってね安い労働力で、そうやってね人件費から、まあ、搾取していかないとですね、その安いね、サービスというか、まあ、コスパのいい、サービスというのはね提供できないし、まあ、豊かな暮らしをね、その享受できないっていうのはね、もう今も昔も変わらないわけなんでね、じゃあみんながね、みんなね、平等に、豊かにね人間らしい生活ができるようにしましょう、世界中でしましょうってなった瞬間に、生活の質がガタッと落ちてね、負担は上がるわけなんで、まあ、当然ね、まあ総貧困化すると思いますので、じゃあみんながね、ね飢えないようにね食べれるようにしましょうってなった瞬間に、終了というね感じになってしまいますので、まあ誰かのね、誰かの犠牲において、誰かが豊かになっているというね、まあこの仕組みっていうのはね、まあ古今東西ね、今に至る令和のね御世に至るまでね全く変わらない仕組みになってますので、まあそれが今日本、まあ世界もそうですけども、まあ特に日本ね、まあね、そういうのがね、まあ本当に無理な状態になってますので、まあ昨日のね話でもありますけどもね、米がね 50% 上がりましたよっつったってね、 50% 上がったとて、まあその元々の、元々が赤字なんだから、50上げたとてそれで採算ベースにね、乗るかって言ったらね、まだ乗らなかったり、じゃあそれ 50% 上げた金額で、その米を作るだけでですね、人間らしい生活ができるかって言ったらね、できないわけなんで、じゃあ3500円はね高いって言われるけれども、じゃあまだね、全然あの生産者が、ね、豊かというかね、まあ、普通の人間らしいね、暮らしができるラインに乗ってないんだから、じゃあまだ上がりますねっていうロジックになりますので、まあ、4000円5000円ってね、まあ、これから上がっていくんだろうなと思うと、今までね、まあ、こうやってロシアウクライナのね、流れからね、小麦が高かったりとかね、まあ、いろんなものが高くなって、その中でなぜか米だけがね、むしろ下がってたね、おかしな時代があったわけなんで、だからね他が食えなくなったから、安い米を食おうかってね、こう貧困化したからね、まあその流れで、安い米をね食べてた人たちが、今度は米がね、値上がりしましたよって言ったらね、もう食うもんなくなりましたという世界観になっちゃいますので、
ね、まあ多分ね5000円ぐらい、まあ、5キロ5000円とかに、ね、なったりするんだろうなと思いながらね、実際問題のね採算ベースっていうかね、まあ、あの一般的な、日本のね平均年収が、430万ぐらいですかね。じゃあそのラインに乗っけるためにはですね、いくらでね売ったらいいのっていうのをね、まあ、誰か専門家の方がねちょっとなんか解説してほしいなというようなね、感じですけれどもね、まあ、そのラインに行くまでは、当然ね、まあそれは廃業するしかないんでね、儲からなければ、辞めるだけなんでね。で、今ね兼業農家とか、まあ、年金もらいながらやってる方々が、なんとかね踏ん張って頑張ってくださってるわけなんでね、それ一本でね食おうと思ったら当然無理なんで、廃業しますっていうね流れが止まらないと思いますので、まあ、当然ねまだまだ上がっていきますよとね、もう嫌なら食うなと、他のもん食っとけよという世界観になってね、本当にね食べるもんなくなると思いますのでね、じゃあ海外から入れたらいいやんってなりますけどね、海外から入れたらもうコストアップね、インフレになってますので、海外から入れた方が高くつくんでね、まあそうなるとね本当に食べれるものがないね、1日ね、まあ、3食食べるなんてのは夢のまた夢ですよと、1日1食ね、なやたも子供はね、まあ、朝飯も晩飯もありませんよと、給食でね、腹いっぱい食べておいでとね送り出したら、こんなね、給食がねもうしょぼいねおかずとねメニューしかないから、そのね市町村によってはですね、まあ、給食のレベルもねこんなんでええのっていうぐらいのねしょぼいのがね出てたりしますので、じゃあそれでね、もう栄養不足に、ねなっちゃいますよというね。でまた日本人のね体型が昔のね身長ぐらいまでね、これから縮んでいくよというようなね時代になっていきそうなんでね、まあこれからね、まあ、大変な時代がやってきましたよというねお話でございました。で、今日ねびっくりしたのが、お隣のね、私下関市、で今ねお店やってるわけなんですけども、お隣のね山口市がですね、なんと水道料金のね平均 15% をね、下水道使用量が平均 12% 値上げ方針ということでね、物価高や金利上昇の影響ということで、えげつないね、こんだけ上がったら、まあ、もともとね水道をね、下水道上下水道ね値段バカ高いんですけれども、隣がねこれ上げたということで、まあ大体もうねその水道管をねやりかえなきゃいけないっていうのはね、まあ、全国津々浦々ねどこも一緒でしょうけれども、それをねする予算がねえよということで、だましだましでねどこもやってるわけなんでしょうけれども、本気で全部変えようと思ったらですね、まあ、価格転嫁するしかねえよということになりますので、まあ、水道料金ねひねったらね、水がねタダで飲め、まあ、タダじゃないけどね水道料金払ってるけども、まあね水が飲めますよという世界観がなんかねもうなんかね夢見もう夢の夢また夢のね世界になっていきそうなんでね、ちょっとこのニュースはねちょっと一番ビビりましたね。あーとうとうインフラ料金ね、まあ、水あのガス水道あガス電気はね、まあ、10月までね補助金が出てね、抑えられてますよという話ですけども、まあ、11月からね、まあ、高くなっていくわけなんですけども、この水道料金までね、乗っかってきたかと。でこれね、まあ、水道も民営化するんやみたいなね、で海外の水道会社ね入れるんやみたいなねアホみたいな流れになってますけれども、まあ、入れた瞬間ね爆上げでしょうね。あもう普通にね、水道料金でね払えまへんでっていうようなね人も出てくるぐらいね、爆上げされてそうなんでね、いや普通にね本当に最後のね生命線、の水もね、やべえよというお話でございました。はい、というわけでね、まあなんとかね一応バイトのね面接3人、やることになりましたので、まあ何人採用できるか分かりませんけれども、まあちょっとね一人でもね、いい子がいて採用できたらね、まあちょっとシフトがね、ちょろっと組めるかなという感じなんでね、まあ無理なら、ね最悪ワンオペの日も出てきますので、あそれはしんどいなとね、もう嫌になっちゃうよというね世界観になってしまいますので、まあなんとかね、採用できたらいいなというね、感じでございます。でまあまだ2週目募集かけて2週目かな、今度は2週目か来週から2週目かな、ぐらいなんでね、あと2週残ってますのでね、まあ焦らずね、まあぼちぼちね、やりながら、もう9月はねまあ捨ててるわけじゃないけれども、もうねちょっともうね耐え忍んでね、まあ甘んじてね食らおうというねもう心持ちでね、8月頑張りましたのでね、まあ9月でなんとかね、まあ海の苦しみというかね、うーっとねもう食らいまくってねフルボッコでしょうけれども、なんとか9月で体制整えてね、10月ね V 字回復で、年末商戦に、ねかけて、取り返してね、いいね年でしたとね、
もう最終的にね言えるようなね、組織づくりをやっていきたいなと思っておりますというお話でございました。はい、というわけでね、まあ、ちょっとまだまだうちはね、まあ、労働集約型のビジネスなわけなので、まあ、人を取らないとですね、まあ、しかも、良い子をね、まあ、できれば良い子を取らないと、まあ、売上にね直結するしね、まあ、出頭も組めないしということになりますので、お客様にもね迷惑をおかけしね、しちゃいますので、まあ、今までね、まあ、これだけのサービスがね、してもらってたのがね、もう全然呼んでも来ねえんやねえかとね、なんやったら何も出てこんやねえかぐらいのね感じになっちゃうと、まあ本当にね、お客様からね見捨てられてしまいますのでね、ただそういう店はねこれからもっと増えていくでしょうからね、本当にね、目配り気配り心配りがねできるような店っていうのはね本当に減ってくると思いますからね、もうそれができただけでねプラスアルファはい、お金あげますよっていう世界観にこれからねなっていくでしょうから、なんやったら人は普通のね、ありがとうございましたいらっしゃいませが言えるだけでねはいチップっていうぐらいのねこうサービスのねレベルが昔と比べたらですねなんか落ちていくというかね、ああちゃんと言えてるすごいねっていうようなね、世界観がねこれからやってきそうなんでね、なんか切ないなと思いながらね、昔のね、日本人ね、らしい、まあ、接客というかね、まあ、そういう、温かみのある接客というかね、まあ、そういうのがなんかねなくなって消えていくのはねなんか切ないなというふうにね思ってみたりしますけども、まあうちはね、まあそういうのがなくなねなるべく残せてね、残していきたいなと思ってね、今後も経営していきたいと思っておりますという感じでございます。はい、というわけでねチャンネル登録と、グッドボタンスーパーサンクスよろしくお願いいたします。あ忘れとった、今日ねまさかの、花金なのに大ゴケしました。しかも今週ねずっと2オペだったのにね今日3人いたのにね、3人いた時に限ってねナイアガラ食らいましたということでね、もうズタズタにねメンタルね削られるし、今日もね特大のねまさかがやってきましたので、まあ、売上とベッドにねもうメンタルがガタガタ、もうねストレスいっぱいねストレスフルですという感じでね、まあ、こういう時こそねニコって笑いながらねもう顔がね引きつるぐらいかもしれませんけどね、ニコって笑いながら頑張っていこうと思いますと、いうことで終わります。